サンロレンソの戦い戦いの舞台となったサンカルロス・ボロメオ修道院さん、ロレンソの戦いとは1813年2月3日、サンロレンソで、ホセデサン・マルティンの指揮するリオデラ・プラタ諸州連合軍の騎兵隊が、ホセサバラの指揮するスペイン王党派軍を撃破したアルゼンチン独立戦争の最初の戦い。約百五十人の兵力を要する十一隻の王党派船団は、 モンテビデオから出発し、パラナ川を遡って、ロサリオを通過した。その後、朝5時半ごろ、食料を挑発するため、サンドレンソの港より、数キロ北の方にあるサンカルロスボロメオ修道院の近くで船を降りた。連合軍は修道院の背後に布陣しており、礼拝堂から王道派軍の到着を確認したところで、戦闘開始の命令が下された。 食料調達を目的として上陸した王島派軍は戦闘準備が整っておらず、船から大砲による援護を受けたものの、150名の連合軍に15分で敗れて撤退する結果となった。サン・マルティンの報告によると、王島派軍は40名が戦死し、少なくとも12名が負傷、14名が捕虜となった。これに対し、連合軍は26名を失っている。 この戦いの最中に、サンマルティンは落馬して、足が馬の下敷きになり、身動きが取れなくなっているところを応答派軍に攻撃された。ファンバーティスタ・カブラルが身代わりの盾となったため、危機一発で命を救われた。カブラルは、サンマルティンの命を救った者として、後世に名を残すこととなる。1901年に、軍学隊の指揮者カイエターのアルベルト・シルバによって、 サンロレンソ更新曲が作曲された。この曲はカルロス・ベニエルによって作詞され、1902年10月30日にロサリオで行われたサンマルティンを称える記念碑の除幕式において、諸演された。サンロレンソの戦いの戦績は、ロサリオ都市圏の4つの都市の名前となって残っている。また、ロサリオの最も古い地域にある通りには、カラブル装なんで、 ファン・バウティスタ・カブラル通りという名が付けられている。ロサリオの目抜き通りの一つは、サン・マルティン通りと名付けられており、上記四都市のすべてにも同じ名前の通りがある。サン・カルロス修道院は、戦死した兵士の遺体を骨壺に収め保管している。修道院は、サン・ロレンソンの戦いに関する歴史博物館を併設しているほか、サン・マルティンが使用した小部屋を見学することができる。 修道院の前面には記念碑のある公園があり、建物の裏手にはサンマルティンが身を隠しながら戦闘前の打ち合わせを行ったという古木がある。ありがとうございます。